皆さんおはようございます。お待たせしました、衆議院も解散されて大変お忙しいのかと思いますが、今日はお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。今日は私の方からの発表事項は3件ございます。まず一つでございます。この福岡伊豆オープンセンターというものを10月17日木曜日に、開設をいたします。ここに書いてございますように、在住外国人の皆様方の生活でありますとか就労、こういったさまざまな相談にワンストップで対応するためのセンターでございます。こちらのスライドを見ていただきますと分かりますが、10年前、2023年のデータですから、そこから10年前を見ますと、県内にお住まいの在住外国人5万6千人ほど、今もう9万9千人、約10万人になっております。つまりもう8割近くですね、77% プラスと書いてあります。増えておられる。こういう状況でございます。どういう方が増えているかというと、技能実習生の方ですね、それから技術とか人文知識、国際業務、こういった就労をされている方々、この方々が非常に増えております。そして昨今ですね、我が国における人手不足の状況というのを考えますと、これからさらにこの傾向は続いていくというふうに見込まれます。そして今年の6月、福岡県と福岡市、金融資産運用特区に政府から指定をされました。また北九州市にはですね、半導体アート工程最大手の ASE 社も進出を検討しているという状況でございます。こういったことからですね、今後さらに 今申しましたような状況に加えてですね、福岡県にご家族と一緒に、移り住むという赴任をされるという外国人の方が増えるというふうに予想されます。この外国人の方がですね、福岡県で生活される中でいろいろ直面する問題というのがあるわけです。在留資格を変更したい、あるいはいろんな行政手続きをやはりしなければいけない、また就職の相談もあると、それぞれのライフステージに応じて専門機関に相談に行く必要が生じてまいります。そうするとですね、今の状況ではその外国人の方、またそのご家族の方がですね、いろんなところにこうあっち行ったりこっち行ったりせないかんという状況があって、手間時間等が非常にかかるという状況になっております。そういうことからですね、我々としてはそういうふうなご相談対応を一箇所でできないかというふうに考えたわけでございます。これを福岡伊豆オープンセンターというふうに名付けまして、天神のアクロス福岡の3階に開設をいたします。このセンター、まずお見えになったら県の国際交流センターが対応いたしますが、総合受付窓口というのを置いております。こちらにどんな相談かということを言っていただく、それに応じてですね、留学生の方、あるいは入管等々あります。8つの専門機関がここに書いてございますけども、これらにご紹介をする、つないでいく、そこで、生活の悩みとかあるいは就労等に関する相談をお受けするということになります。もちろんこの中にはですね、毎日いないというか常駐していない機関もありますけども、このそういったところについては、このセンターの中に別室を用意してございますので、オンラインでその場で相談をいただく、それを受けていただくという体制をとっております。このセンターがどういうものかというのが、福岡伊豆オープンといっても外国人の方は何じゃと、福岡が空いている何なのって分かりませんので、ライフ&ワークサポートセンターフォアインターナショナルレジデンツということで、外国人の方にも分かりやすい営業表記も求め書いたところで、生活も
仕事もしっかりとお支えしますよということでございます。でこのセンターでございますけれども、月曜から金曜日の朝10時から夕方の17時まで、それから平日の相談はなかなかお仕事あるいは学業の関係で難しいという方のために、第3日曜日と第4土曜日にもオープンするようにしております。で対応言語は英語はもちろん、中国語、ベトナム語など24の言語に対応いたします。そして相談はですね、今申し上げましたように来ていただいて、まあ、窓口に来ていただいてそこからという来所の形もありますけど、やはりなかなか来れんという方もいらっしゃいますから、電話あるいはメールオンラインでも受け付けます。でもちろん相談はすべて無料でございます。ここにありますように来週の17日の木曜日14時からオープンをいたしますけども、この木曜日の13時から午後1時から開所式を行います。私も出席をいたしまして、センター開設の意義というものを広く皆様にお伝えしたいと思っております。福岡県に進出していただきます海外企業の方はもとよりですね、やはり昨今の先ほど申しましたが少子高齢化の進行により働き手不足が深刻になる中で、我々の地域の活力を維持向上させていく、このためには外国の人材の皆さんに、外国人材に活躍していただくということがますます重要になってまいります。世界から選ばれる福岡県を目指して、この福岡伊豆オープンセンターを県内に住む外国人の皆様が働く、学ぶ、あるいはご家族も共に生活をする上での拠り所としていきたいと思います。外国人の方が日本人と同じように職場、学校、地域で存分に活躍できる、まあ、そんな地域社会環境を作ってまいりたいと思いますので、ぜひこの福岡伊豆オープンセンターご活用をいただきたいと思います。1点目は以上でございます。2点目でございます。毎年、発表いたしておりますが、今年の福岡県文化賞の受賞者の方が決定いたしましたので発表させていただきます。この福岡県文化賞とは何かということでございますが、まあ、県民の皆様の幅広い文化活動を促進すると、で本県の文化の向上発展を図る、まあ、このことのために平成5年度から毎年文化振興に顕著なご功績のあった個人また団体に福岡県文化賞をお送りしております。これまでですね、この文化賞を受けられた数は個人団体合わせて123となっております。この度は市町村文化関係団体また報道機関の皆様からもご推薦をいただいた個人団体の中から外部有識者によります福岡県文化賞選考委員会の選考を経まして、福岡県文化賞の贈呈を決定いたしました。お手元の資料2ページ以降にですね、詳しい情報は載せております。まず、創造部門でございます。3つですね、福岡県文化賞には部門があります。個性的創造、ここに書いてありますが、個性的創造的な文化活動を行い優れた業績を残された個人団体にお送りすると、これが創造部門でございまして、今年は平出隆さん、詩人作家でいらっしゃって、また造本家、本を作るですね方でもいらっしゃるわけでございます。平出さんは北九州市門司区のご出身でいらっしゃいます。これまでですね、数々のその詩集とか小説を執筆されておりまして、詩集ではくるみの繊維のためにによります芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞されております。これをはじめにですね、多くの賞を受賞されておりますし、小説の部門では猫の客、これは多言語に翻訳をされまして出版され国際的ベストラセラーになっております。また詩人作家としての活動のほか、
まあ、要するに増本化、本を作ると申し上げましたが、郵便と一体化した本を考案されております。自創による長編評伝でありますイラコ政博、これは芸術選奨文部科学大臣賞を受賞されておりますし、増本想定コンクールの経済産業大臣賞も受賞されております。まあ、このような平出さんの国内外での活躍に加え、北九州市主催の小中学生を対象としたあなたに会いたくて生まれてきた生まれてきた市コンクールでは最終選考委員を務めるなど、後進の育成にも取り組まれておりまして、本県文化の振興にご貢献をいただいております。次に、第2部門でございますが、社会部門、これは地域の特性を生かした活動を通じて地域社会づくりにご功績のあった個人団体にお送りするものでございます。今回は松崎博文さん、何をなさっている方といいますと、このアーティストインレジデンスですね、アーティストの皆さんを一定期間招聘して滞在をいただく、その滞在中の活動をサポートする、こういうアーティストインレジデンスを糸島市で運営をされております。松崎さんはですね、ご自身がその世界各国でアーティストインレジデンスに参加されたご経験を持っております。これを生かして平成21年に、ふるさと糸島市にアートカンパニー株式会社スタディオクラを設立されました。毎年100人のアーティストが集まる日本最大規模のアーティストインレジデンスや美術教育、美術作品の制作事業、これを手掛けまして、地域の方々を対象にした美術教室でありますとか、九州の幼稚園保育園における出張教室なども開催されております。さらに平成24年からでございますが、地域と作家が共に作り上げていく国際芸術祭、糸島芸能というもの、芸術の芸に農業の農ですね、糸島芸能を開催をし、アートを通じた地域活性化を図るなど、さまざまな活動を通じて、本県の芸術文化の振興にご貢献いただいております。で、3つ目の部門、奨励部門でございます。まあ、個性的または創造的な創作活動を行い、将来活躍が期待される個人団体にお送りするということでございます。今回は切り金作家の襟智子さん、襟さんも福岡を拠点に創作活動をされております。ご覧になった方もいらっしゃるかも分かりませんが、切り金というのは、まあ、非常に繊細なんですね。もうミリ単位の金箔とかをこう貼り合わせていくんですね。この純金箔とか、あるいはプラチナ箔、これを数枚、焼き合わせて厚みを持たせたものを鹿革の盤の上で、この竹の刀ですね、で、細かく線とか、あるいは丸いとか三角とか四角とか、こういった形に切って、それを筆の端につけて貼りながら、いろいろな文様を描き出す、まあ、気が遠くなるような作業でありますけども、まあ、襟さんはですね、お母様も切り金作家でいらっしゃって、さよこ様とおっしゃいました。重要無形文化財切り金保持者に認定をされた方でいらっしゃいます。このお母様、さよこ様の技術を受け継がれて創作活動を行っておられます。今年行われました令和6年日本伝統工芸展においては、日本工芸会の奨励賞を受賞されております。これまでも多くの公募展において数々の賞を受賞されております。このように福岡から世界的にも非常に稀な希少なこの切り金の伝承発信を行っていただいておりまして、エリ様の今後の活動発展活躍というものが大いに期待されるところでございます。この福岡県文化省の贈呈式と記念イベントでございますが、今我々10月の1日から福岡県芸術文化祭、
2024というものをスタートいたしております。3ヶ月間やっております。この中のイベントとして12月15日にアクロス福岡で開催をいたします。詳細については後日お知らせをいたします。報道機関の皆様にもぜひおいでいただき取材をしていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。それから3番目でございます。いよいよ明日からツールド九州2024がスタートいたします。今年も世界トップのサイクリストが本県を駆け抜けます。我々は全国で初めてこの福岡サイクリングツアーコンシェルジュというものを開設をいたします。10月10日の木曜日、つまり今日ですね、スタートするということでございます。国内外からの観光客の皆さん、あるいは皆さんにもですね、福岡県を自転車で回ってもらおうと、地域の多様な風景とか、あるいは食を体験をして楽しんでいただきたいと思います。そういうことを目指してこのコンシェルジュをスタートするわけでございますが、これまで我々はですね、このサイクルツーリズムについて、非常に世界的にも今人気が上がっておるわけですが、じゃあどういう取り組みをしてきたのかと少しご説明をいたしますと、海沿いの道、サイクルロード、あるいは田園風景、こういったものをですね、満喫できるような福岡県広域サイクリングルートというもの、ここに赤い線でありますけども、これを10本の広域サイクリングルートを設定してまいりました。この中ではですね、サイクリストが休憩できるサイクルステーションとか、あるいは客室の中に自分の自転車を持ち込める、保管できる、非常にご存知のように台湾のとかですね、メーカーの自転車とか、どうかすると1台100万円するような自転車もあるわけですね。非常にサイクリストの皆さん、自転車を大切にされます。そのような方が部屋に自転車を持ち込んで保管できるというサイクリストに優しい宿を整備をしております。それからそういった自転車を乗せて、全部が全部自転車で移動できませんから、サポートカーとして自転車を乗せて移動できるような車を導入するということ、それから道中のサポートを行いますサイクリングガイドを育成する、こういったですね、サイクルツーリズムの環境づくりに取り組んでまいりました。こういった成果として今台湾をはじめですね、海外からのサイクリングツアーの最高実績というものが積み上がってきております。一方ですね、旅行会社の皆さんの方の海外の特に海外の旅行会社の皆さんからちょっと声をお聞きすると、私もロンドンとかですね、観光プロモーション行きました。その際旅行会社の皆さんとも対話をいたしましたが、やはりその実際のツアーを造成をしようとすると、このやっぱりお客様のですね、ニーズといいますか希望に応じたルートを設定しなきゃいけないんですね。それから泊まる場所もどういうところがそのルートの上でですね、どこがいいだろうか、こういうことを誰に相談すりゃいいんじゃと、わからんと、こういうことですね。それからレンタサイクルとかサイクリングガイドとかサポートカー、こういったものを先ほど申し上げましたけど、この手配も全部バラバラにせなきゃいかんと、先ほど福岡伊豆オープンセンターでも言ったように、いろんなことがあっても全部バラバラのところに行かなきゃできんと、これも同じことですね。それぞれにレンタサイクルはどこの会社、サイクリングガイドはどこどこのボランティア協会に、いろいろですね、お願いをせないかんというで非常に煩雑だと。それからそのレンタサイクルで言いますと、やはりこの大人数でお見えになるときに、やはり複走する場合もあるわけですね、他のツアーと。そうするとレンタサイクルの台数が足りないではないかと、こういったお声というか不満が寄せられておりました。そういったことからですね、このサイクリングツアーの造成をさらに加速させていくためには、
やっぱりこのこういった今お声ですね、クレームに対応する福岡サイクリングツアーコンシェルジュというものを作ろうということになったわけでございます。このコンシェルジュがワンストップでサポートをするわけでございます。旅行会社の皆さんに対しまして、このサイクリングルートとか、あるいは宿泊施設をご提案をするということもしてまいります。それからレンタサイクル、サイクリングガイド、サポートカー、あるいは航空機とか鉄道にも自転車を持ち込まないかんということにもなります。いわゆる輪行といわれる、自転車の輪に行くと書くんですが、輪行、この支援サービス、この手配などですね、サイクリングツアーを作るために必要なサービスをこのコンシェルジュが提供してまいります。で、相談については無料で行ってまいります。それからレンタサイクルの台数の問題を先ほど申し上げました。これもですね、やはり台数を揃えるためには一社では対応できない、だから複数のレンタサイクル事業者の皆さんから一括でこの手配できるようにして、そういった大人数のツアーにも対応できるようにいたします。でこの相談でございますけども、電話もちろん受け付けます。それからやはり時差もございますので、メールでの受付も行います。電話はですね、英語で対応させていただくと。メールについてはこの英語に加えて、簡体字繁体字両方の中国語、それから韓国語に対応してまいります。今後ですね、そういうことで当面は電話とメールで対応すると。しかし今もうウェブ上でできないのかと、システムないのという話になりますので、レンタサイクルやサイクリングガイドの手配などができるシステムは来年の1月から運用を開始する予定でございます。当面は電話とメールということでございます。こういった気軽に楽しめるサイクリングコースからですね、それから上級者の方向けのコースまで、いろんな魅力的なサイクリングコースが福岡県の中にはございます。さっき10本の広域サイクリングルートと申しました。自転車でですね、ぜひ県内のそういった隅々まで回っていただいて、県内の美しい風景、そして食の王国福岡の食の魅力、そういったものをですね、大いに楽しんでいただきたいというふうに思っております。私からの発表事項は以上3件でございます。では、幹事社、私の新聞の大下の方から、まず、今日の項目に関して、質問していただければと思いますけど、最初にお伝えいただいた、福岡移動運行センターについてお伺いしたいんですけれども、先ほどは、なかなかいろんな行政手続き、いろんな窓口に行かなければいけなくて、煩雑なケースがあるというふうにおっしゃったと思うんですが、具体的に例えば、もしいくつか例えばこういう手続きをしなきゃいけないときに、こことここに行かなきゃいけないというような事例がもしありましたら、教えていただければと思います。そうですね、入っていただくのが、先ほど申しました在留資格の関係になりますと、福岡出入国在留管理局入管も入っていただく、この在留資格の切り替えとかですね、それから就労問題になりますと、やはり福岡労働局にも入っていただきます。やはりそれから就労問題がやはりその人権とかいろいろな問題に発展する場合もございますので、福岡法務局にも入っていただきます。それからいろいろなビジネスですね、のことについてもご相談もあると思いますので、ジェトロですねにも入っていただくと。それから先ほど申しましたような、その法律面での問題、あるいは行政手続きの問題、こういったことのプロであります弁護士会、行政書士会に入っていただくというふうなことでございます。在留資格を切り替えて、こう別の仕事に就きたいとかと思ったときに、まず最初に留資格のところに、出入国管理局と行った後に、その後じゃあ仕事をどうするかとか、そんなイメージ、普通だったらそこにそれぞれ行かなきゃいけないというのが、それをこの、ワンストップでこの福岡移動オープンセンターで、ご相談いただけると。その状況いろいろありましょうが、複数の機関一緒にですね、こう向き合っていただくということもできるかと思います。連携を取っていただいて、
その窓口を行ったときに複数のじゃそれぞれの、まあ、もしいらっしゃったら職員の方がそうです。そうです。わかりました。あの対応が24言語とのことですが、これは、はい、どういうふうに一度にいつ来ても例えば24言語対応していただけるのか。国際政策課でございます。あの職員がですね、常駐しているわけではございませんけれどもですね、あの通訳の電話でですね、あの4社間通話をすることが体制ができておりますので、それで24言語を対応できます。これ実際にあの海外からいらっしゃって、あのこのセンターを利用したいと思っている方々にはどういった形でこのセンターのことっていうのは示されるんでしょうか。あの今から日本にお見えになる方、今住んでる方でも構わないんですけど、あ、はい、あ、これは県のホームページとかですね、いろいろな SNS とウェブをによるですね、あの、まあ、いろんな周知広報を図ってまいりたいと思います。まあ留学生とかですと大学ですね、留学生センターとかそういったところを通じてお知らせもしてまいりたいと思います。コンシェルジュという方ですね。あ、そうですね、はい、どういうご専門の方とか。なるほど。よろしいですか。はい、観光振興ガイド、サイクリングガイドの資格をですね、うん、お持ちの方々に、いろいろアドバイスとか込めてですね、していただくという体制でございます。サイクリングガイドという資格がございます。あの一般社団法人日本サイクリングガイド協会というところが検定ございまして、その資格合格いただいた方という。今あの県内ではですね、今説明のあったあの公認のガイドは14名の方がいらっしゃいまして、まあ、これからですね、あの先ほどもちょっと申しましたけど、こういうサイクリングガイドの人材育成ということもやっていこうというふうに思っております。コンシェルジュの方は大体何人ぐらいですか。あ、その、あの実際に、はい、実際にですね、状況は2名ぐらいではないですか。すいません、あのサイクリングガイドの方自体はお二人でやっています、はい、であと、観光連盟の方も事務局しておりますので、事務局の方は2人ほど、あ、2人、対応します、まあ、計4名で対応という形でございます。もしもサイクリングツアーというのが今あの福岡県としてのデータがお持ちなのか分からないんですけれども、うん、その例えばどのぐらいの方がいらっしゃっているとか、どのぐらいの経済効果があるとかですね、もしそういったことがあのお分かりでしたら教えていただけると。ちょっと経済効果は持ちませんけども、あの人数でですね、このツアーの誘客実績と申しますと、まあ、令和4年5年6年3カ年で台湾からは174人の方が、それから韓国からは令和5年以降でございますが37人の方となっておりまして、まあ、今そういうことですね、台湾と韓国からの人数というのはそういうふうになっています。人数的にはそんなに、なんていうか全体の割合がものすごい多いという印象ではないかなと思うんですけれども、やっぱりこのサイクリングしてこう例えば宿に泊まってとかご飯食べてとか、その滞在期間が例えば長いですとか、なんかそういったこう特にこう付加価値があるような特徴とか、そんなのが。そうですね、やはりこの自転車でこう回っていただくということ、まあ、まさにおっしゃっていただいたように、あのゆっくりとゆったりと回っていただいて、楽しんでいただいて泊まっていただく、あるいは途中休憩してお昼ご飯も食べていただくとか、いろんなことがありますので、非常にその観光の産業としてもですね、まあ、いろんな効果といいますか、が出るものと思っております。でまあ、今台湾韓国の今までの実績申しましたけども、やはり冒頭申しましたように、いろいろなお問い合わせもありますので、これからさらにこういうサイクリングツアーにですね、お越しになる方々多くなると思いますし、我々が、まあ、把握できてない方もいらっしゃると思うんですね。で特に今度あの先ほどツールド九州の話もしましたが、あツールド九州も今週から始まります。まあ、こういったこともですね、こういうサイクリングブームといいますか、いうものにつながるものと思っておりますので、まあ、しっかりとですね、
今の世界あるいは国内外のですね、の方々の誘客を図っていきたいと思います。ありがとうございます。記者からは以上でございますが、毎日新聞の城島です。福岡海道オープンセンターについてちょっと一点お答えしたいんですけれども、今回開設されるということですけど、県としてはこれまでどのようなその外国人の相談窓口の体制を取っていたのかというとですね、あと福岡県留学生サポートセンターがあると思うんですけども、今回開設するのは、留学生以外もこう相談しやすい環境を整えようや、そういう狙いがあるのかみたいなことを教えていただきます。はい、これまでもですね、在住外国人の皆さんのご相談には福岡県国際交流センター、が対応してまいりました。こちらでその外国人相談センターという名前をつけてですね、ご相談に、こちらでも多言語で一応対応してまいりました。しかしやはり先ほど来申しておりますように、いろいろ寄せられる相談が多岐にわたると、非常にこう複数の機関にですね、やはりセンターとしても全部を答えられんということで、結局センターの方から複数の機関にですね、お問い合わせをするとか、あるいはもうそっちに行ってくださいとか、そういう話になっておりまして、相談に見えた方もですね、ある意味、じゃあもうそっちに先に行けばよかったみたいな話もあるわけですね。だからやっぱり相談者にとって時間手間が非常にかかるという現状がございました。それで今回このワンストップの相談センターを作ろうということであります。で、あとは留学生センター、こちらも先ほどの図にありましたけども、この福岡海道オープンセンターの中の一つの機関として入るということといたしております。留学生もですね、昔は留学生と修学生とか書かれてます。今、昔修学生といった方も留学生で非常に数も多いございますので、この辺のご相談というのも非常に多くなってこようかと思っております。すみません、テレビ新聞の竹富です。この福岡移動オープンセンターのような仕組みって他の都道府県では同じようなものがあるのかというのと、あるとしたらそことの違い、福岡県の特徴みたいなのがあったら教えてください。他県でありますか？他県では、同じようなセンターがあるというのは把握しておりませんけれどもですね、国の方がですね、東京、新宿の方にフレスクということでですね、さまざまな専門機関が入っているセンターがございます。そこと同等の機能をっていうふうに考えているんでしょうか？その機能としてはですね、国の方の機能は本当にもう各専門機関が常駐しているので、今回の福岡海道オープンセンターはですね、全ての機関が常駐しているわけではございませんので、そこは少し違うところがございます。やはりどうしてもその我々の国の機関もマンパワーというのが限られておりますので、できる限り駐在していただくということでお願いしています。すいません、補足でございますけれども、県でいうとですね、埼玉県が、埼玉県の国際交流協会、それから静岡県の浜松市も、総合的なワンストップセンターというものを設けているということは、それは承知しております。そことの違いみたいなのは特にあったりするんですか？特に他の、ところの違いをですね、考えていたいるものではございませんのでですね、ここは意識が特にしております。やっぱ浜松にしても埼玉にしても、やっぱり外国人の技能実習生の方とか、あるいは就労されている方の非常に多い地域ですよね。やっぱそういう地域のニーズというのが大きいところだと思います。福岡も結局そのような背景があるということでご理解いただければ。今回の質問につながっていただきたいと思います。まず、こちらの会社の社長の方からお伺いさせていただきたいんですけれども、
衆議院が解散されましてですね、いよいよ事実上の選挙戦というのがスタートしたことになると思うんですけれども、政治として今回の衆院選はどういった論戦がなされることを期待されるのか、もし特定のテーマですか、論点ですとか、こういったことが議論されていくのではないかというようなお考えがあればお伺いしたいと思います。やはり今の日本を考えますと、外を見れば安全保障、外交、経済、かつてないですね、厳しい国際情勢の中に置かれていると思います。で、内を見ますと、経済面では30年間続いたデフレ、これからの完全脱却を図らなければいけない。また頻発しております大規模な自然災害からの復旧復興、これも急ぐ必要がある。そしてさらには新型コロナは一定の落ち着きを見せておりますけども、やはり今後もリスクがございます。新興感染症への備えは十分であるのか、こういったですね、国民の皆様の安全安心に関わる非常に複雑かつ困難な課題に今我が国は直面していると思います。特にですね、この中で、私もその地方自治、地方の首長でありますので申しますと、やはりこの少子化高齢化というものが急速に進行している我が国において、我々の地方、やはりこの衰退をしていると言わざるを得ない。やはりしかし、その地方の活力なくして国の発展はないと思っております。こういうふうなことを踏まえて、各政党各候補者におかれましてはですね、やはりこの国民の皆様をど真ん中に置いていただいて、そして国民のために今申し上げたような課題の解決に向けて実りある政策議論を行っていただきたいというふうに思います。したいのかですね、ご自身も先生の際に、いろんな政党から支援を受けていらっしゃったと思うんですが、はい、今回その、どこか応援などに入られるご予定、あるいは特に何かそういった国に関するスタンスなどがございましたらお伺いできればと思います。具体的な応援先についてはですね、公示前のことでもございますし、まだ決まっていないというのが今の段階でございますが、考え方といたしましては、やはり前回の知事選において、私に推薦をいただいた政党の候補者の方については原則として、もちろんお求めがあればですが、応援に伺いたいというふうに思っております。幹事からは以上でございます。ありがとうございました。NHK の安藤と申します。私からはですね、新聞報道がありました福岡県信用保証協会の件についてお伺いしたいんですが、知事はですね、信用保証協会のトップの会長に福岡県県関係者がついているのはいつからいつまでで、何代にわたっているというふうに認識されていらっしゃる。はい、先般の新聞報道もございましたので、改めて、担当部局の方に調べておられました。過去からの経緯を申しますと、この福岡県信用保証協会の会長につきましては、昭和24年3月29日に、この信用保証協会が設立をされております。この昭和24年3月29日の設立当初からは、まずその主に現職の副知事の方がですね、非常勤で就任をしておられました。この時代が30年ほど続いております。で、その後昭和54年9月1日に、元副知事の方が常勤で就任をされております。以来、現在まで会長の数で言いますと11代県の OB が就任しておる状況でございます。はい、それについてですね、政府が、11年前にですかね、是正の意向、というふうに特に、都道府県関係者がつくことへの是正の意向を示して、いますが、
これまで、長くですね、県の元幹部の方がトップを務めていることについて適切だというふうに思われますでしょうか。今おっしゃったようにですね、平成25年に国会においてですね、この問題が取り上げられ、信用保証協会の会長などの役員に自治体の出身者が継続してついておるということ、まあ、その選任手続きについてですね、まあ、議論になったわけでございます。これを受けて、まあ、金融庁それから中小企業庁、まあ、こちらの方から平成26年の10月に信用保証協会向けの総合的な監督指針というものがございますが、この平成26年10月に改正をされました。まあ、この中で信用保証協会の理事に自治体出身者を選任する際のに透明性の高い手続きを図ることとされたところでございます。まあ、福岡県ではですね、この改正の適用を受けましたのが、平成28年の6月の常勤の理事さんたちを選任する時であったということでございまして、この理事適任にであるという理事の候補者の推薦をですね、県それから県の信用保証協会それから県の商工会連合会、商工会議所連合会、それから中小企業団体中央会、まあ、こういった商工団体の皆さんから募って、そしてその候補者について、大学の教授、いわゆる学識者の方、それから中小企業基盤整備機構の九州本部長さん、から弁護士の方から構成する審査会を経て、適格と判断されたものを選任すると、まあ、こういう手続きを取っているところでございます。ただそういう手続きを取っていらっしゃるということですが、選定の手続きの実施主体は今もう県で、そうですね、結局県知事がその理事さんについては、理事についての任命権といいますか、知事が任命することになっておりますので、やはりその選定については県が行わざるを得ない。でその上で、協会会長についてはその選任された理事さんの中で、ご選の形で、選任されておるということでございます。その実際今実施主体が、まあ、県であるということについてと、それから事実上、実際にですね、県の出身者が今も会長に就任しているということについては、問題はないというふうにお考えですか。特に見直す必要性について、感じてはいらっしゃいますか。現在のその会長の方もですね、非常に県の行政にも精通され、また県内のいろんな地域の実情、あるいは特にその経済、状況と、まあ、中小企業の皆様の実態、そういうことに精通されて、この間コロナの対策等々あったわけですが、まあ、それについて、鋭意取り組みをされているというふうに承知をいたしております。手続きについてですね、今先ほどから国の指針に基づいて、我々もそういう外部の方による審査会を経た形でやってはおりますけども、このことについて、他県においてもどういうふうな手続きを取られているのかとか、本当に透明性の点において問題はないのかとか、そういったことについて今後調査をしてまいりたいというふうに考えます。はい、分かりました。共同通信の犬飼と申します。宮崎県の宮崎空港で不発弾が爆発するという、びっくりしました。斉藤国土交通大臣は宮崎空港に加えて福岡空港も含めた複数の空港を対象に最低限を進めるという考えを示されています。今回の爆発の出発機の通過2分後ということで、あわや大惨事と言えるような事態かなと思うんですけども、今回はこの爆発が起きたということに対する知事の所感ですとか、また調査対象に福岡空港も含まれているということで、今後の、調査点検に対してのご意見などあれば教えてください。
まあ誘導路ですかねのそばで、しかも航空機が通過した2分後に爆発が起こっている、まあ、非常に危険な状況だったと思いますし、まあ画像も含めて拝見しましたが大変驚きました。で同時にやはりその空港利用者の方はもちろんですが、その特に我々の福岡空港を考えますと近隣に住宅も近い、あるいは店舗やいろんな事業所さんもある、道路も近くにあります。まあ、こういったことを考えますと、やはり住民の皆さん、県民の皆さんがですね、安心して空港を利用していただける、また生活をですねしていただける、まあ、このことに向けて国においてしっかりと不安を払拭できるように対応していただきたいというふうに思っております。毎日新聞の城島です。すみません、先ほど衆院選の話が出てましたので、ちょっと確認したいんですけれども、知事は、衆院選ですね、具体的な応援先が決まっていない、で前回の知事選で推薦をもらった政党がお求めであれば、応援に伺いたいとおっしゃっていましたけれども、はい、具体的にはその自民党、立憲、公明、社民が推薦したと思うんですけれども、そこから声かけがあれば、応援に行くという趣旨でいいですか。はい、正確に申しますと、前回私推薦いただきましたのが自由民主党、立憲民主党、公明党、社会民主党、それから国民民主党からもいただいております。まあ、こういった政党からですね、お求めがあれば原則として応援に参りたいというふうに考えております。ということは特定の候補を支援しないというわけではないと、もう応援があれば支援しますよということになるわけです。まあ、そうですね、政党というか、まあ、候補のところに行くことになりますので、はい、今後ですね、公示以降ですね、まあ、会合、まあ、集会ですとか街頭で応援するといろんな方法があると思いますけども、マイクを握ってくださいと要請されれば知事はマイクを握るおつもりがある。もう非常に公務も忙しいございますので、多分そのマイクを握るというケースはあまりないんではないかと、まあ、そういうことができるのは非常に難しいんではないかというふうに思っています。今のところ握る予定はない。そうですね、まあ、工事がの、まあ、今からこう決まっていきましょうからですね、またしっかりと考えてまいります。すみません、読売新聞の手島です。すみません、ちょっとさっきのごめんなさい、国家空港に戻るんですけれども、国交省側からその調査とか、まあ、今後のことに対して何か連絡とか報告っていうのは現時点はまだあるというのでしょうか。そうなんですよね、我々もですね、いろいろ国交省の方にお問い合わせはしておりますが、国交省としてもですね、具体的にこういうふうにすると調査をやるとか、こうやってやるとか、それはまだ明確には決定されていないようであります。だから我々としては10月8日に斉藤国土交通大臣が会見においてですね、福岡、那覇、仙台、松山、まあ、要するに旧日本軍の飛行場であったところで、これまで不発弾が発見されているところということで、この4つを挙げられて、まあ、調査の対象とすることを検討しているというご発言がございました。まあ、これ以外の情報というのは今のところ我々も承知していない状況でございます。ありがとうございます。西越新聞の川井です。初代文字駅の移行について、聞こえます。移行数は先月初めだったんです。北九州市民などの保存などを求めるヘリテージアラートを出します。知事と県教育庁も一応アラートの宛先となってますけれども、これに対する見解と、あと県としてどのような対応をしているのか、また今後されるご予定があるのか、その辺りも聞かせてください。まずこの文化財というものについてでございますけれども、この文化財の指定にあたってもやはりこの所有者の同意というものが必要とされます。法令等においてやはり所有者の意向というものが非常に尊重されているということ、まずこのことがございます。
こういったことからですね、この門司初代門司駅の関連移行といいますか、ですか。この移行につきましても保存については土地を所有しておられる北九州市が判断すべきものであるとまず考えております。まあ、県といたしましてはですね、この県教育委員会が、文化財保護行政を担っております。まあ、このことから教育委員会の方からこれまでもですね、市に対しまして適切な発掘調査の実施、また専門家の意見聴取をこれを要請するとともにですね、技術的な支援というものを行っているというふうに聞いております。まあ、我々もですね、今後県教育委員会の方で北九州市に対して必要な支援を行っていくということになると考えております。この件に関して北九州の市長と知事の間で何かこうやり取りといいますか、なんか相談じゃないですけど、何かしらの意思疎通みたいなのがあったのかどうか、そのあたり。特に竹内市長からこの件について私に依頼等があったことはございません。ただいろんなところでお会いしたときに、やはり竹内市長も非常にですね、文化財の大切さといいますかいうものはご理解をされ、で一方ではやはり非常に門司の公共施設が老朽化しているわけですよね。区役所、それから図書館、それから市民会館、こういったものを何とかせないか、非常に市民のお声も強いと、それを踏まえての市議会のご決議もあっております。こういう狭間で非常に悩まれているなというのは私も受け止めました。まずその狭間でというところですけど、これ結論として、知事のもう個人的な見解で構わないですけど、どういうその決着の仕方、どういう方向性が望ましいと考えられるかですね。イコモスの方が求めておられる、完全な現地でのですね、保存ということになると、やはりこの公共施設の建設というのがほぼ難しくなりますので、これはなかなかですね、北九州市としても非常に判断に苦しむところだと思いますが、やはりそういうことで、やはりこの市長も先般報道があっておりましたが、今その文化財の重要性と、それと遺構を残してほしいという声ですね、そういうこと、そういう市民の声と、それと先ほど申しました、やはりこの公共施設の早期整備の必要性、またこれに対する市民の皆さんのお声、この両面をですね、なんとかどちらにも答えられないかということで、その一部一区案とかいうことを検討されているのではないかというふうに考えておりまして、市の方針の決定をですね、見守りたいと思っております。ありがとうございます。先ほどの話に戻しまして恐縮なんですが、先ほどの事実としても、もう一個握られることは今のところ、ご予定はないとおっしゃったと思うんですが、となるとそのどういった形で応援をされるということは、ね、従来からですね、選挙事務所といいますか、選対本部といいますか、ありますよね、各候補者、そういったところに激励にお伺いをするという形で、もう候補者の方も、選挙カーとか候補者自身の動きとかもいろいろありますから、お会いできないことももうかなり多いです。事務所の方にですね、お伺いして、候補者を支えていた いらっしゃる皆さんに、お声かけをして、激励をすると、そういう形で応援を取らせていただいております。そういうことだと、先ほど、応援というのは受け止めていただければというそれは今回もそういった、そういう形で、そうすると何というか、有権者の方が例えば街頭に立たれるとか、その医者に立たれるとか、その有権者の方がこう何というか、ここにあっちではこの人をこう応援してるんだみたいな知る機会っていうのが、そんなにこう想定されるものとしては多くなるわけではないという、そうですね、そういう意味ではそうです。基本的にはそういうやり方になりますので、ほとんどそうかなと思います。毎週の城島です。今のに関連してですけど、知事は衆院予定候補にですね、会合というのを励ます会とかにも出られているケースがあると思うんですけども、公示後そういうこともあるんですか。
これもまだ今後のですね、いろんなその要請、お求めとか、まあ、そういったことを踏まえて、具体的には検討していきたいと思います。まだ決まってない。はい、ないです。よろしいでしょうか。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。